どうもこんにちは、始まりましたドラマチックシネマチックシネマパーソナリティの松岡ひとみです。そしてドラマ映画プロデューサーの森谷武さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。森谷武です。ます、はい、どうですか東京は。東京はちょっと曇りがちですよ。あれ今、まあ、一緒ですか。それではね、はい、本当に名古屋ムシムシして、まあ、大変です、うん、ちょっと秋の装いで全然わかんないですよね、リモートって秋の装い。いや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 あの胸についてるのは何ですか。それはエッフェル塔です。あ、エッフェル塔ですね。あの名古屋のテレビ塔じゃないんですね。違いますリニューアルしたんですけどびっくりした、ね、いや違う、そうなのかななんてちょっと一瞬思ったんですけど、はい、でもリニューアルしたんですよ、はい、本当にすごいびっくりした。あ、それ行こう、それいただきます。ありがとうございます、はい、今日はですねミッドナイトスワンの特集の第2弾ということなんですけれども、はい、なんかすごいですね、ネット上で大騒ぎですね。いや本当になんかね、本当にそのあのツイッターとか本当 SNS とかの評判がね、はい、本当にあのありがたいことによくて、でそのタイムラインを目にしたっていう方が結構一般の方でもこう聞こえてくるようになりましたよ。そうですね、うん、はい、おかげさまで私なんかボイシー初めてすぐなんですけど、はい、すごい回ってて、あ、ボイシーがね、あの聞いてくださってるんですよ、はい、メディアの、うん、田中俊介さんもね再生数がすごかったし、そうですね、ミッドナイトスワンのことをなんか皆さんこう知りたがってくださってるっていう感じはありますね。先行上映も終えたところでですね、はい、今日のゲストをお招きしたいと思いますが、はい、心の準備はよろしいでしょうか。はい、皆さんよろしくお願いします、はい、ミッドナイトスワンの監督、脚本、そして原作ですね、務められました映画監督の内田英二さんです。よろしくお願いします。お願いします。パチパチ、お、こんにちは今日はわざわざ遠いところからありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございますなんか今お二人ってお近くにいらっしゃるみたいですよね、はい、5メーター圏内にはい、はい、別部屋でやっております、私、はい、アットムービーの、それはもう本当にミッドナイトスワンのね、ツートップの方がお二人いらっしゃってるということで、ちょっと緊張しました。ハートムービー、ありがとうございます。はい、いやー、内田監督、9月10日に先行上映がスタートしまして、はい、もう一般の方の反響は、もうまあすでにツイッターでもありますけれども、どうですか、聞こえてくる。いや、本当、僕も時間が空いたんで、劇場で見たんですけど、劇場でもなんかすごいこうやっぱり生のなんかこう、なんか熱い感じが伝わってきましたし、あとはなんか逆になんかいろんな方になんか感想とかいただいて、逆に怖いです、こんなにいっぱいいただいてあ、じゃあ劇場の中でご覧になってたから、皆さんの反応、その、シーンごとの反応っていうのをしっかりとご覧になったと思うんですけど、はい、まあね、すすり泣く声も聞こえたということもね、うん、聞いておりますけど、はい、嬉しかったのは、上映後に拍手が、うん、あ、素晴らしい、もう映画祭かと思っちゃったぐらいいや、うん、ね、大会、はい、みたいですよね、拍手、うん、拍手で、その昔そのね、完成披露試写会とか拍手が起きる試写会っていうので、うん、私たちやっぱり関係者とか司会をしてたりしてすごく嬉しいんですけど、やっぱりね、全部が全部じゃないんですよ。あ、そうなんですね。拍手って、試写会って、そう、だから本当にこれはもう皆さんちゃんと拍手を送ったんですはい、ありがたい、また熱くなってますね。勇気が湧いてまいりました。ありがとうございます。で、あとね、森谷さん、雪沢監督が前回出ていただいたんですけど、はい、ミッドナイトスワンから入りましたよね。はい、ミッドナイトスワンの本当素晴らしかったみたいなお話から、はい、ご自身の映画の手前に、うん、前にそのミッドナイトスワンの話から始まっちゃいましたもんね。はい。ですよ、うん、で僕が挙げると、9祖より上に来ちゃうんだよねって言って怒ってました、言ってました
面白いなと思ってね。で、はい、森谷さんと、宇佐監督は結構タッグを組んでらっしゃいますよね。そうですね、何本か、何本でしたっけ。これで4本目ですか。そんなになる。え、そんなになる。え、なん、ね、エグザイルの直樹くん、ロサンゼルスでも撮ってます。はい、おしゃれ。そうですか。あ、そっか、はい、直樹くんの短編と、うん、家族マニュアルっていう短編、あ、そうですね、で、うん、その後に湘南純愛組をやって、で、ミッドナイトソーンズ。いやー、全部作風が違ってよくわからないし全部作風違ってる感じですか。いや、違うと思いますけど、でもやっぱりこう2人の関係が良いんですよね、きっとこう合うんでしょうね。はい、仲良く、仲良くやってます、はい、本当に、うん、何かこうその感性というか、すごくこう森谷さんがその内田さんにかけるところすごいあるじゃないですか。そうですね、やっぱ内田さんのおかけになるものがすごく面白いんですね、うん、いつも本当に、脚本の力がまずドバッとこう出てくるので、それをこう受け止めて、うん、これをどういうふうに映像化していくかみたいなことを、なんかこう、うん、結構そういう話をしていることがすごい好きですね、僕監督と。お、うん、ね、内田監督見た目怖いんですけど本当に優しい方でね、みんな言ってますけどでもこういう、こうね、柔らかい方が本当結構、うん、すごいとこついてくるなっていうね、映像、強い映画を作られますから、ファンの方多いなと思いますけど、で、ミトランド、何度、あ、噛んじゃいましたね、ミトランドツアーのですね、裏話などは後ほどお聞きしたいんですが、そんなね、内田監督を物語るドラシネというのを伺っていこうかなと思っております、はい、今日はちょっと深掘りさせていただきますが、よろしいでしょうか。はいはい、ドラシネは深掘りっていうのがね、テーマですから最近、はい、こういう外に出て喋ることにすごい自信を喪失してるんで、今日はそれを克服しようかなあ、でも前からおっしゃってませんでした、そんなに。そうなんですよ、でもね、なんか最近その稲垣吾郎さんの番組出させて、あ、そうですね、受ける機会が多いんですけど、はい、もうちょいこと言えない、ちょっと自虐になってるんで今日は自信を取り戻そうかな。大丈夫ですよ。全然五郎さんの番組すごく喋れてたと思いますけど、僕は五郎さんの番組です。いやね、うん、というわけで始めてまいりたいと思いますが、内田監督を物語るドラシネということで、一作目はですね、1993年の公開の映画ソナチネです、うん、20年前ですよね、はい、いやいやいや、これはもう内田さんとはもう、うん、北野武史監督の話相当しましたよね。そうですか。これ、ね、いつぐらいのタイミングでご覧になって、どういうやっぱりこのそんなって実はまあそれまでは結構ハリウッド映画とか意外にいわゆる、はい、メインストリームのやつばっかり見てたんですけど、北野武史さんの映画からやっぱり いわゆるその作家性の強い映画に、はい、まあ、グイッと引き付けられたちょっときっかけになった作品ですね。これはもうもちろんリアルタイムでご覧になっていたってことですよね。森谷さんとその内田さんとで北野作品について語ったのはもちろんソナチネももちろん入ってるってことですよね、森谷さん。ソナチネもそうですし、やっぱりあの夏一番静かな海とかの話は結構、はい、うん、やっぱりあの夏一番静かな海、ソナチネ 3×4X10 月っていう、ね、うん、いやいやいや、この間のね、あの足立新監督もね、北野武さんが入れてたんですよ。あ、そう、完全そうでしたよね。3×4X10 月の話ずっとしてましたよね。そう、うん、うん、面白いものを作るっていうのはちょっとやっぱり衝撃を受けた方なんですね、北野さんというのは、北野監督というのは。いや、やっぱり映画っ
で、起承転結がはっきりしていって、うん、その分かりやすいものじゃなくてもいいんだっていうを、うん、やっぱり初めて教えられた映画ですよね。そのちねってあの、まあ、ラストの、ね、銃をこめかみのところっていうのはこうみんな今いまだに語られてるんですけど、その当時27年前に見たときと最近見たときとでなんか私すごい捉え方が変わったんですけど、そういうことってどうですか？内田監督何回か見てらっしゃると思うんですが。そう、僕もねソナチネじゃないんですけど、うん、3対 4X10 月をたまたま最近見ておお2ヶ月ぐらい前で、ね、ボケッとしてるとき見たんですけど、はあ、やっぱ全然違いますよね。当時10代の頃見る自分と、まあ、今の自分っておそらくあの3対 4X に出てくる、北野武さんと同じぐらいの年齢なんで、なるほど、捉え方が多分全然違いますよ。そうですね、スナッチもそうですよね、はい、だから、うん、あの同じ年ぐらいになってやっと追いついたっていうぐらいになって、二十歳の時見るソナチネとやっぱり40代で見るソナチネも全然違う。いやーね、いろんな経験をしてきてますからね、死生観のも、ね、ことだったりとかもう全然違うなっていうのはありましたけれども、うん、内田さんはねあれですよね、あの北の映画が大好きすぎて、うん、なんとあの元気が出るテレビのそうなん AD をしてた時がある。バラエティー？もうやそれはね、もうお話聞いてちょっとすごい意外だったんですけど、その辺、どういう経緯だったんですか？はい、北野武さんの映画が好きすぎて、はい、で、まあ、映画を当時やりたい青年だったんで、うん、よし、北野武さんの映画の現場とかやりたいと思って、まあそのスタッフ募集の、に応募して行ったんですよ。で、映画やれるぞと思って入ったら、あの元気が出るテレビっていうバラエティ番組、全然映画じゃなかった。ここで1年ぐらいADやりました。お、うん、でもそこで結構学ぶこともあったんじゃないですか？いやもう本当やってよかったですよね。あ、なるほど。当然映画では全くないし、下っ端すぎて北野武さん、うん、あのいわゆるビートたけしさんとは喋れないんですけど、喋、はい、れなかったんですね。喋れない喋れない。北野武映画好きですとか、あ、まあ、でもだめ絶対だめ、ね、あ、ないないで、だって一番下っ端でした。はあ、わかる。当 時はね、やっぱり、うん、厳しい厳しい厳しい、今は優しいけどね。そうなんですよ、うん、同期が30人ぐらいいたんですけど、はあ、とこう1ヶ月ぐらいで2人ぐらいになるみたいな。逃げますよね。映画の現場と一緒だ。昔はすごい楽しかったですね。先輩とも仲良く、いや、これあれですか、監督やっぱりまあ、ヤクザものだったりバイオレンス要素っていうのって結構内田作品の中にも多いじゃないですか、うん、ヤンキーだったり多い多い。なんか影響あるんですか、やっぱ北の映画。まあ、もともとそういうこうなんつうんですか、人間の本性としての暴力っていうのは興味がある、うん、逆にアクション映画はそんなに見ないんですよね。うん、アクションな暴力映画は。なんで、本性としてのなんかさ、うん、衝動的な、うん、部分っていうのは、北の映画では本当によく描かれてるなと思います。そうですね。ソナチネとか、やっぱりちょっと前に見直したりとかしてたんですけど、衝動的なっていうのがすごくよくわかります。そういうシーンたくさんあったなっていう。あと、はい、そうそう、ごめんなさい、どうぞどうぞ、うん、ああいうやっぱりその映画を作ってる監督のなんかそういう内面的な、なんですか、部分を映画にしてもいいんだっていう部分も初めて知ったようですよね。いわゆる作家的な映画の作り方っていうものを初めて、うん、いわゆるその純文学じゃないですけど、うん、同じように映画も、うん、そういうふうに作ってもいいんだよっていう、うん、ある意味本当に北野武さんという監督さんは
素晴らしい監督たちを生み出しましたね。そういうことですよね。ね、うん、いや感謝ですよ、感謝、本当に。で、内田監督はその、まあ、AD の話も結構びっくりなんですけど、あの、ね、記者さんだったんですよね。ね、うん、それも、ね、これちょっと言う、ちょっとあの深く聞きたいなと思ってたんですけど、今、いつもほら、映画の話しちゃうから、なかなかね、うん、話できないので。なんでプレイボーイに入ったんですか？なんかまあそういうことで映画、その映画への階段を上れず1年間、はい、まあそのテレビ番組を作ってまあその後辞めて、うん、脚本の勉強してたんですよ。あ、やっぱり、うん、当時はやっぱなかなか映画の世界、まあ今もそうですけど映画の世界ってね、森谷さんもご存知、扉がなかなかどこにあるかよくわかんないみたいな世界なんで、はい、なかなか僕も見つけれずにいたところに、やっぱ脚本をやっぱちゃんとやろうと思って、うん、勉強してたんです。学校、シナリオセンターっていう。はい、でそういう時に、あの、週刊プレイボーイの副編集長、あの、鬼木さんっていう名前出してますけど、そんなに文章が好きだったら、うん、字で書いてみるみたいな。へぇー。で、まあ、ただの僕は本当、チンピラだったんですけど、編集部行って、初めてそこで、いわゆるそのプロフェッショナルっていう人たちにお会いして、はい、やっぱ独特の世界ですね、うん、当時の出版社っていう。で、なんか未だに覚えてますけど、あらゆることで怒られて、はい、文章とか、はい、まあ、格好とか、はい、本当厳しい。うん、編集部で、うん、本当それでもう、プロって厳しいんだ、うん、文章僕全然書けなかったんですね、当然ですけど、はい、だからそこでお前は売文家なんだから売れる文章を書いて、うん、初めて一人前なんだから売れる文章書けない人はいらない、やっぱそういう文章っていうものに対しての、はい、プロフェッショナルの、心意気みたいなのを本当に叩き込まれて、それは今当然脚本を書く際にめちゃめちゃ活かされてるんですけど、森谷さんだってね、映画は脚本だって前だ、はい、もう映画は脚本です、脚本が本当に良くないと、うん、本当にみんなやる気にならないですから映画は脚本以外何もでもない、本当にしっかり勉強されて、文章は本当に、じゃあ文章を書くということはこのプレイボーイ時代に、そうですね、プレイボーイ時代に、うん、本当3、5行ぐらい書くのに、うん、だいたいお昼の15時ぐらいから始まってだいたい終わるのが朝6時5行書く、いや本当そう、僕が担当してたのが一色グラビアっていう、まあ、600文字ぐらい、はい、ページでて、キャッチコピーとかね、いろいろあるから、はい、それを決めるのに朝までかかるみたいな、文章っていうものに対して、本当にすごい真剣に取り組んでる編集部だったんで、すごい。いいことなんですけど、やっぱプロフェッショナルってそういうもんなの。そこがまず、ね、こう内田英二さんを生んだ段階の一つですね、二つか、うん、二つ目ということなんですね、はい、ありがとうございます。で、そうですね、じゃあ続いての内田英二さんを語る物語るドラシネということで、2作目はですね、2001年の公開になりましたメキシコの名作作品ですね、名作映画ということで、天国の口、終わりの楽園です。はい、キュアロン。すいません、先に謝っておきます。はい、これ今日までに見れませんでした、僕。はい。もう必ず見るつもりなんですけど、はい。そうですね、見てくださいね。絶対に字幕で見てください。当たり前なんですけど。一回でこの間見たら、すごいびっくりして、全然ダメじゃんと思って、もうガエル・ガルシアの声じゃないと思って怒ってたんですが、そんなことはいいんですが。これはどういう映画なんですか？は
これはもう本当ね、ただのエロ映画なんですけど。そうなんですか。エロ映画です。思春期の男の子2人が、はい、年上のね、あのお姉さんと3人でずっと旅をするだけの、はい、それだけの映画なんですけど、はい、いやすごい映画ですよね。いきなり来ますよね、頭からね。ね、監督のキュアロンは、うん、この映画でもう世界的な巨匠になっちゃいましたけど、うん、カメラマンも ね、すごい、すごい この映画から、また巣立ったすごい人なんですけど、うん、キュアロンだってローマとかゼログラビティとかね。そうですね、最近だとローマと本当にすごい監督になったんですけれども、うん、なんつう、死生観、はいはい、まあ、それは北野武監督の映画にもテーマでもあります。死生観がもうただの青春映画からなんかもうにじみ出てくる映画ですね、うん、あ、そうですね。いや、これはすごいなと思ったんですけど、メキシコの作品なんですけど、メキシコ勢ってすごいじゃないですか、最近。もうハリウッドのメイン監督はもう本当メキシコ勢に占められちゃってますよね。ギレルモ・デルトロ、ね、シェイプ・オブ・ウォーターの監督、うん、で、あとイニャリトゥさん、イニャリトゥのビューティフル、あ、藤井道人監督がイニャリトゥのビューティフルを見ろと2人に言われて、私たち恥ずかしながら見てなかったんですけど、松永大志さんもイニャリトゥ大好きですよね、はい。すごい、いやもうな、これメキシコ勢ってこれ3人で制作会社作ったじゃないですか。作ってますよね、まあ、それも一気にグイッといったんだと思うんですけど、メキシコっていうのは、まあ、監督がたまたま、じゃあブラジルっていうところでね、一応栽培で過ごしてらっしゃったんでまあ近いっていうかあれなんですけど、近いですよね、やっぱり貧困にあえてるし、うん、その一方で裕福層がめちゃめちゃいるし、うん、はい、で、ああいう乾いた暴力っていうか、はい、本当一見明るいんですけど、うん、なんか乾いた暴力が蔓延しているイメージですよね、うん、普通のルールが通じないっていうか、なるほど、そういう中から出たああいう3人の監督っていうのは、はい、やっぱ今のハリウッドの、うん、やっぱその娯楽路線とやっぱりその社会的なテーマを足して2で割った、うん、まあ、映画を作る天才たちです。うーん、今世界ではそれが主流になってるのに、はい、まあ日本はなかなかそう、まあ、中の、まあ、このミッドナイトでそういうことをやりたいなっていう、あ、本当に思って、その3人がやってるようなことを、うん、そうですね、韓国とかはねもうすごいやって近づいてって、まあ、もともとはそうなんですけど、そうですね、日本は前からでも内田監督言ってますね、日本遅い、まあ、遅い日本の良さがあるんで遅い、まあ、遅いっていうか、うん、まあ、まあ多様性がないなとは思います。まあ本当にね、内田監督とは日本映画の現状について本当にいつも話してるんですよこれはちょっといろいろ改革をしなければならんだろうというような森田さんもそうやってつぶやいてますからね、いつもね、はい、で、まあ、ちょっとさっきちらっと出たんですけれども、10歳までブラジルにいらっしゃったってことなんですが、はい、お仕事ですよね、お父様の。そうですね、父親の仕事で、うん、はい、はい、ブラジルってそのなんだろう、ブラジルの生活っていうのは監督の中でこの映画作りで何か影響を受けていることってありますか？まあ、めちゃめちゃ映画監督になりたいなと思ったのはもうブラジルなんですけど、うん、まあ、ブラジルで父親が映画好きだったんで、まあ、向こうは週末に映画を見に行く文化があるんで、はい、父親に連れて行かれたり、母親が連れて行くときはなんか映画の途中から入って映画の途中まで見るっていうあー、何なんでしょうねそれは。昔よくあったパターンなんですけど、父親だと頭からちゃんと、うん、自分が好きだから連れてくれるみたいな週末を毎週、へー、立派な映画好きの少年が生まれた。あら、その時はブラジルのブラジル映画を見て、ハリウッドももちろん、ハリウッドはね全世界ですけど、はい、日本映画ブラジル映画ってあんまない、
ないですね。上映してない。そうですか。最近ですよね、あのシティ・オブ・ゴッドとか。あ、そうですか。からブラジル映画なんか出てきましたけど、うん、私はもう、ハリウッド映画ばっかり。日本映画はどうだったんですか？日本映画は正月、日系人街に行ってトラさんを見る。あ、トラさん見てたんですね、じゃあ。トラさん。だから僕の日本のイメージは全部トラさん。葛飾です。日本はどこ行っても葛飾なんだろうなと。ああいうあのトラさんみたいな人がいるんだっていう小さい頃は思ってたんですよ。だから初めて日本に来た時はちょっとびっくり。あれ？いない。サラリーマンみたいな人いっぱいいるな。あ、そうか。いや、でも、いや、もうで帰ってきてからも、帰ってきてからも、やっぱりちょっといじめとかにあったんじゃないですか。そういや、めちゃめちゃいじめられましたよ。言葉もね、やっぱり。え？豚汁っつっていじめられました。おお。豚汁をね。まあでも、いじめられて、やっぱ友達もいなかったんで。まあ映画館、うん、映画が友達みたいになっちゃって、まあ、それになって思えば、映画との接点だったんで、うん、良かったんですけど。そうだったんですね。もうそういうこう、映画少年があって、ね、北見武さんに影響されて、いろいろ分かってきましたよ。分かってきましたよ。ましたね。で、脚本はそこで、あ、なるほど、プレイボーイさん、どうもありがとう。もう皆さんに感謝しなきゃいけないですね。本当ですね。これがね、なんかまた映画好きがいっぱいいるんですよ。うん、ですか、うん、そこでだからなんかフェリーニだゴダールだとこうあるわけですよ。あ、でも時代的にそうですよね。ウォーカーワイダーとかね、うん、そこから多様な映画を、ね、見るようになった。あ、そっか、いろんな映画を、ね、見るようになったのはプレイボーイ様のおかげさまでありがたいですよね。なるほど。でどん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 あの脱線を し始めたら止まらなくなってしまいまして、本当はですね3作目はジョーカーという作品があったんですけども、またちょっと次の機会にさせていただきますね。まあでもあのジョーカーを見た後内田さんとも僕もいろいろ話をしまして、こう若干ミッドナイトスワンの中にもそのちょっとだけその空気は入ってるんではないかなという、これだけ言っときます。おお、じゃあこれは前振りですね。それだけ、それだけは言っときますんで。わかりました。はい。スワンの、おお、はい、わかりました。はい。はい、続いてですね、内田監督を物語るというので、やっぱりご自身の作品を2本を、ね、うん、あの挙げていただいたんですけれども、2016年公開の作品で、ゲスの愛というのと、それから2019年の配信ドラマですね、全裸監督。この2本でございます、まあ。まさにドラシネということですね。ドラマとシネマ、はい、ね、ということなんですが、ゲスの愛もう大傑作です。最高に最高に好きな映画です僕。やっぱり、もう私がもしあなたのドラシネはって言われたら、入るんですよ。入っとる、入っとる。ゲスの愛がめっちゃ入っとる、もう。もうね、もう全員大好きな、全員ダメ人間で、みんなこと大好きじゃないですか。本当ね、コンプライアンスに抵触するやつしか出てきませんからね。いや、もうこのね、じゃあこの作品をあのね、挙げた理由をぜひ教えてください。やっぱり、ゲスの愛っていうのは、もう本当に低予算で500万作った映画なんですけど、いろんな国の映画祭に呼んでいただいて、初めてさまざまな国の映画人たちと交流できた映画で、でそれが映画祭で広がったおかげで、まあ、全裸監督にも呼んでいただけたっていう、ね、なんか映画って低予算とか高予算ってあんまり関係ないんだなって、この2作の開きって半端ないんですけど、お金だけで言うと精神の世界で言うと映画作りって結局一緒だなと思ったんですよ。ゲスの愛ってこうじゃ広がったんですね。ゲスの愛を見ていただいたネットフリックスのプロデューサーの方から声をかけていただいたので完全につながってます。僕もゲスの愛を見るところから
内田さんとのつながりが、まあ、山田洋次さんのシネマ会っていうのがありまして、そこに参加した時に内田さんに今度公開するんで見てくださいってこう渡していただいたのがエースの愛のチラシ で、うんうんうん、でそれで見に行ってめっちゃ面白かったですっていう話から、まあ、なぜかそこからこう一緒に短編を撮るみたいな流れに、うん、なっていったんで、いや私夕張でブレイトフル、ブレイトフルテッドグレイトフルデッド、ちょっとなんかぐちゃぐちゃになってますね、はい、を見たんですよ。でその時ごめんなさいね、内田健二さんだと思ったんですよ、はい、あれ内田英二さん、内田英二さんという方が出たんだなと思って、これ面白かったんですよ。それで、ゲスの愛っていうのがアダム・トレルっていうのプロデューサーが友達だったんで、手伝ってよとかって言って見せてもらったら、もうガーンと来て、あ、この人だったんだと思って、やっと会えた、すごい嬉しかったですね。もうゲスの愛に対する愛がすごいですね、私と森谷さん、どうしましょう。いやもうめちゃんこ面白かったですもん。いやこれね、見てない人ね、見た方がいいですよ、アマゾン。本当に、うん、あのね、本当見ないかん、見なあかん、見ないかんよ、これは。ね、インターネットスワン絡みでね、草薙さんのファンの方とか見たらびっくりしちゃうかもしれない。まあね、ちょっとね、まあ、映画業界の話だったりする。でも、内田千佳さんとか細田義彦さんとかも、本当これきっかけで、そうね、なんか本当に内田千佳さんが地上波のね、あの8時台の番組に出てた時に、なんかすごい嬉しくなっちゃった私。内田千佳ちゃん。素晴らしい女優さん。ねえ、うん、本当に皆さんが本当に幸せになったなっていう感じなんですけれども、でこの、その全裸監督とゲスの愛をさっきも言ってたんですけれども、で作り手の愛っていうのはないよっていうことだったんで、うん、そんなに違うんですか、作品の、全裸監督ってそんなにお金があるんですか。クリエイティブの無法地帯とかって監督言ってる時ありますよね。ねえ、そうですね、まあだからゲスの愛500万ですからね。ゲスの愛は制作費500万なんで、うん、500万であんな素晴らしい作品作ってるんですか。日本最低レベルで、まあ全裸監督は、まあ、多分日本で最も高いレベルのお金が多分かかってるんで、まあ上と下と両方びっくりされたんですよね。でもその代わりは違いはあんまないっていう僕の結論です。うん、違いはなかったと。本がつまんなければ一緒ですから。ことですね。なんかエルマリアッチっていう映画が90万で、デスペラートっていう映画が、はいはい、ね、はい、何億って、うん、昔私 大好きな作品2つなんですけど、はい、あれも全然ね、90万とか思えなかった。脚本がいいってそういうことなんだって思っていたんですよ。デスペラートスタッフがもう8人ぐらいで。へぇ、そうなんですね。これは初めて聞きました。全裸監督は多分何百人かいますから。はい、そうですよね。現場の、じゃあゲスの愛っていうのは、まあ、俳優さんたちにも お手伝いしてもらうとか、まあ、そのお手伝いはしてもらわないんだろうけど。それはないですね、自主映画じゃないんで。あ、そっかそっか、はい、それは自主映画じゃないから。ちゃんと役者さんとして来て、エッチに芝居して。ただ、アイデアはいろいろ、その例えば照明が少ない分をフォローするために、めちゃめちゃ明るい新宿の街を毎日探して歩くとか、工夫はめちゃめちゃ必要ですから。だから、そのこんなにお金使っていいのって思ったわけですよね、全裸監督の時に。全裸監督は、武監督も言ってますけど、そうですね。あれやりたい、これやりたいというアイデアを、はい、ね、日本映画の場合はダメ元で行ってやっぱりダメだったってことが多いんですけど、森さんが辛そうな顔してる。監督がこれもやりたい、あれもやりたいというと、それがどんどん OK になっていくっていう感じではありましたよね。それをこれは無理だろうっていうことも結構ありました。例えばその第2話僕が担当してるんですけど、はい、第2話のラストシーンでこう家の中で大乱闘があって、うん、で、屋上に出たいなって屋上に出て、う
ここから飛びたいなつは OK です。飛んでこれ飛んで倉庫の上に落ちて倉庫に穴が開いて警察がいっぱい来てって言ったら、うん、それもじゃあ OK でみたいな、 なんか調子に乗ってもいい。結構調子乗っちゃったですか。乗っちゃってあの第2話の、まあ、ラストシーンは出来上がったで、あ、なるほど。アイデアがどんどん現実化していく楽しみさはありましたけど、でもそれは500万の映画でも逆に言えば自由なの、うんうん、まあそうですね、ある意味そうですよね。そうか、いや森谷さんね、うん、羨ましいお話なんですけど耳が痛い話でもあります。はい。でもミドナイトスワンもね、うん、好きにやらせていただいてありがとうございました。いやいや、もうそんなこんなであれですか、そろそろミッドナイトスワンのお話に行っちゃいます。いや、僕が振ったみたいになっちゃいました。いやいや、ありがとうございます。そうです、うん、5月25日ですからね、もう本当に、まあ、この配信からは、1週間後切った、あ、そうか、1週間切ってるっていう、あ、そうですね、1週間切ってる、うん、もうどんどんさわ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 して、どんどんね、内田監督がこうまた自虐的になっていく頃なんで、あ、そうですね、そんなこと言ってたら田中さんに。で、ミトライスさん、あの、まあ、どんな映画かっていうのはもう皆さんもね、いろんなところで調べていただいてるとは思うんですが、まあ、新宿のニューハーフショークラブのステージに立つ草薙剛さんが演じていますトランスジェンダーの渚がいまして、である日渚がですね、養育費目当てで少女、まあ、あのメイですね、一花という女の子を預かることになります。で、常にこう社会の片隅に追いやられてきた渚と、育児放棄によって、孤独の中で生きてきた一花、このお二人にかつてなかった感情が芽生え始めるというのが、筋でございます、物語ということなんですが、さあ、まあ、ちょっと基本的なお話なんですが、あのこの映画に至るまでの経緯、結構長い間企画を温めていらっしゃったと聞いてますが、どうでしょう。そうですね、はい、5年間ぐらい経ちますよね、はい、脚本を書いて、うん、はい、いつもその映画、オリジナル映画をやりたいときはまず脚本を、うん、まあ、なん釣りで言うと言い方悪いですけど餌を、はい、餌を、良い餌を作んなきゃいけない、脚本を絶対書くんですね、はい、それがだ5年、5、6年前ですかね。5、6年前か、森谷さんと出会ってない、出会ってないと思います。ない、ない、ないです、ない、はい、ない、ないです。で、それをいつか誰かに、それをだからいろんな人に見せるわけですよ。ああ、なるほど、はい、営業して回るわけですよ。まあ、そうか、あ、なるほど、はい、まあ、本当にね、相手にされないかったんですね、あのストーリーは。誰にも、結構なプロデューサーの方とかいろんな映画会社にも見てもらったんですけど、もう完全スルーされて、で、森谷さんのとこもね、やっぱりその大きい作品やったり、メジャーなものやってるんで、まあ、当然スルーされるだろうなと思ったら、はい、意外にがっつり、はい、僕はもうその餌にバカッていったわけですよ。バカッ草薙さんの時もびっくりしましたけど、もう森谷さんがなんかその、ね、いいって言ってもらったのもちょっと意外。あ、本当です。え、森谷さん最初にその脚本を読んだ時、そのパクって言っちゃった時の、これあの脚本を送っていただいたのが、はい、あの3年ほど前ですかね、うん、す3年ほど前の1月の4日だったんです。まだお正月ですよ。映画界もまだ、あの多分年末で、あのちょっとこう監督も落ち着かれて、ちょっと自分なりにもう一回ちょっとリライトしたバージョンを送ってくれたのかなと思ったんですけど、あのいやもう読んだ時にやっぱりこう描いていることっていうのが、うん、そのこう日本の中でもっと知られてもいいじゃないか、うん、もちろんこの LGBTQ の部分もそうですし、もうトランスジェンダーのこう心情であったりとかっていう部分であったりとか、あとはその、バレエっていうものをこうミックスしてる、うん、でバレエの映画って日本にあんまりなかったっていうところで、あのあんまりなかったものをやりたがりなんで、僕もあの挑戦したくなった
ってしまったっていうのが多分入り口だったと思います。はい、だってね、森谷さんの経歴見ると分かりますけど、もう本当ど真ん中のメジャー作品が入ってたからこういうやっぱりちょっと言っちゃえば単館系っていうかアートハウスの映画はピッピッみたいなピッピッピッピかなと思ってたら、あ、すごいなんか読んでくれて、なんか意外や意外そこから発射した、うん、そうですね、うん、でも組み合わせは面白いですよ、ないですよね、そのバレエという少女のその青春というか物語とあと社会的なことですもんね、うん、この組み合わせってなんかこれはもうずいぶん前から考えてらっしゃったんですよね。その脚本って なんでひらめいたんですか。何かだいぶずいぶん前からもうこういうことやりたかったの。あ、そうですね、うん、まあ、バレエとトランス、まあ、もともと別の脚本だったんですけど、はい、まあ、それ結構もうすごいあちこちで言ってるんですけど、もともとバレエはバレエの映画で、トランスジェンダーはトランスジェンダーの作品だったんですけど、まあ、それをミックスして一本の脚本にした。で、なんかいっぱいあるんですよ、他にも。脚本、暇な時に書いてたのが、うん、何十つかすごい数あるんで。へえ、ミックスはよくするんですよね。うん、え、そんなお宝、森谷さん全部見てください。そう、読ましてほしいって、はい、頼んでます。お宝脚本、はい、お宝脚本ぜひ ね。そう、バレエ、球技ね、球技の方の映画はたくさんありますけど、こんなにしっかりバレエを。バレエをね。バレエです。そう、間違えちゃうからね、間違えちゃうはないですね、本当にね、もともとバレエはお好きだったんですか。バレエは、その、もともと新国立劇場でそのオペラを見る機会がありましたって、それでオペラがすごい好きになって、はい、俺は新国立でバレエもやってたんで、最初ついでぐらいの感じで見たら、これ素晴らしいって言って、これはすげえなと思った、その見たバレエに今回、バレエ監修をしていただいた千歳先生という方も出てらしたということが最近分かって、いろいろ縁を感じますね。わー、すごいね、つながってっていうね、ことですよね。で、まあ、今回はですね、もうキャスティングがね、とにかく素晴らしいと思いまして、キャスティングにもいつもこだわられるということなんですが、今回は草薙さんはもちろん素晴らしすぎるんですけれども、なんか森谷さんからのアイデアも、からっていうことですか。佐々木さんはそうですね。その1月4日に台本をいただいて、でちょうど僕あの春ごろに劇団の公演をやってたんですよ。はい。そしたら内田さん見に来てくださって下北沢まで。はい。で、下北沢のガストでこの映画の打ち合わせを初めてやったんですよ。覚えてます、ね。いいですね、ガストで。ガストです。それでガストので、この内田さんがやっぱりこのテーマをやるにはやっぱりその本当にメジャーな人がやらないと意味がないということをおっしゃってて、うん、はい、いやだ誰でしょうねって言った時にすごく難しい役どころだと思ったんで、うん、僕ずっとお仕事したくてもできなかった俳優さん、うん、本当に日本でなんだろう、これできる人この人かもしれないっていう風にパッてひらめいたのが草薙さんだったんです。それを聞いた時は監督はどう思ったんですか。草薙さんほうみたいな。まあそのほうと言いますか、なんだろう、まさかその名前が出てくるとは思ってないので、しばらく放心状態なんですが、なんていうんですかね、やっぱり予想外でしたよね。その草薙さんは、まあ、当然僕もブラウンカーの中ではね本当に言ってますけど、予想外ですよね。最後までこういう映画とやっぱ草薙さんが、当時の僕はやっぱりそれいきなりピッとはならなくて、
で、ただやっぱりその僕が言った第一線の方がにやってほしいっていう部分をムリアさんが考えた末の名前だったんで、はい、僕なりにこう落ち着いていろいろ考えて、だんだんそのもうだんだん本当草薙さんじゃなきゃダメみたいな気持ちになった。会った瞬間にも確信しましたね。あ、そうですか。うん、あの結構よくその周りの人にね言われるの、よく快諾したね草薙さんって。いまだに思いますよ。あ、そうですか。僕はい、マネジメントの方からもなぜ草薙なのっていうことを聞かれた時があって、はい、やっぱりさっき言ったみたいに本当に難しいものだからこそ、うん、あの草薙さんにやってもらいたいと思ったっていうことをお話ししたんですけど、はいはい、まあでもあのね、脚本をご本人がちゃんと読まれて、もちろん、キラーで、あのやりたいっていうふうに決めてくださったっていうところは大きいですよね、監督。そうですね、やっぱりね、当然ご本人じゃない人が出演を決めるというパターンも多いでしょうし、うん、全然それもいいとは思うんですけど、やっぱり役者本人がやっぱりそのセリフを一つ一つ読んでいただいて、はい、でやっぱ決めてくれるっていうのは非常に嬉しいですし、やっぱり僕も草薙さんがね、キネジュンでのインタビューでもおっしゃってましたけど、うん、結局塚浩平さんにね、結局究極は個人そのものだっていうね、おっしゃってますけど、僕もだからお会いした瞬間に草薙さん本人のやっぱりその個性っていうか本人の性格とか、はい、まあ分かるじゃないですか、自分なりに、うん、あとお会いした瞬間に、ああ渚をぜ本当にお願いして、うん、それは草薙さんという人間性をその一瞬ですけど見た瞬間に、うん、あ、型にやっていただきたいなってそれは思いました。それは生と生の、そうです、ね、やっぱ俳優と監督が、はい、直接会ってやっぱり生じるやっぱりそのなんか空気感みたいな、うんうん、そういう、でも映画って本来そういうものだと思うんですよ、うんうん、空気感、そうです、人間と人間の、だからそれはすごいピピってきました、ね、空気感ね、森谷さんと内田さんと草薙さんのみんなの空気感がピピッと、そのまあプラスして、まあ、当時はその僕全裸監督の撮影をしてまして、ええ、全裸監督 のロケバスで、うん、あのカメラマンの山本秀夫さんっていう、はい、あ、それこそ北野武史花火を北野組のカメラマンですよね、カメラマンです、うん、元秀夫さんとその草薙さんの話って、はい、その秀夫さんが、あ、つよぽんつって、その時僕は初めてつよぽんっていう初めて知ったんですけど、ええ、あ、つよぽんはもう最高の役者だよと、あ、ゼナカとかのロケバスの後ろで僕らは、はい、草薙さんの話で、会ってたら年末になんか草薙さんがなんか全裸監督の格好でテレビ出るっていう。びっくりしました。あ、びっくりしました。あれはびっくりしましたね。また縁を感じましたな。縁を初めて感じる。なるほど。いや本当にあの熱演というか、私はもう自然に演じられてると思っていましたね、うん、もう本当立ち振る舞い喋り方から、もう本当に何だろうな、あ、こういう方いるなっていう、そこにもうちゃんとね、渚がいた、作りの中にっていうのが素晴らしい俳優さんだなと思いながらさせていただいてました。でもう一人の、もう引けを取らないというか、もうこの人、あの無名のいちかちゃんを演じました、うん、服部さん、はい、いやこの子はどうやって見つけたんですかっていうのはオーディションとは聞いてますけど、はい、オーディションに現れたんですけど、はい、本当そこら辺歩いてる普通の中学生ね、最初は、うん、みさきちゃん、うん、みさきちゃん、ええ、普通の中学生で、はい、ただなんか佇まいが尋常じゃないオーラを、まあ、映画を見ていただければ分かると思うんですけど、うん、子供でこんな存在感ある人なかなかいねえぞと、うん、まあもうすぐ言うなればすぐ
まあ、このことだと思いましたね。はい、あのでも演技もね初めてですし、まあ、表現者としては一流だと思うんですね。バレエでもうねずっとこうトップクラスだから。演技では決めないですね。あ、なるほど。演技はなんか結果的にすごい良かったんですけど、そのオーディションの時は演技する前に演技結構どうでも良かったみたいな部分は当初はありましたね。それは他の作品でもそうなんですけど、なんか演技以上にやっぱりその役者が本人が持つオーラみたいなものっていうのをなんか感じたいなと思ってます。でもあれでしたよね、まさしく今僕と監督がいるこのアットムービーのこの監督のこの後ろぐらいをこう通って奥の会議室に入ってきたときに、多分ね2人とももう服部美咲さんこの子なんじゃないかなって、ここでやったんですか？はい、ここでやりました、はい、本当に入ってきた瞬間ぐらいにちょもうはもしかしたらこの子じゃないかなっていうふうには多分2人とも思ってたと思うんですけど、それぐらいのオーラでしたよね。すごいすごい空気感を放ってましたね、うん、ダンスとかもするんですか？最初は動画審査、そのバレエに関して、はいはい、まあ、でそこでまあそうですね、バレエができるっていうことは前提でしたもんね、はい、そうですね、ね、はい、そっか。でももう来た瞬間にっていうことだったんですね。いや見つけちゃったっていう、見つけちゃった、見つけちゃったですね。だから、まあ、映画で森谷さんがカッコ新人って入れたんですけど、はい、はい、あれ久しぶりに見ましたけど、私も久しぶりに見たの、びっくり。これね、どうしても入れたかった、カッコ新人って。あれが似合う子ですよね、うん、そう、あのね、私ね、リトル DJ っていうので、はいはいはい、ハッケント君にカッコ新人って書いてあったのがすごい印象に残ってるんですけど、はい、それも僕が言い出したんですよ。なんだ、あれっていい、映画っぽい。だこの映画で本当にデビューするっていう、うん、これね、いう、ね、ことですから。ちょっとこれね、ちょっとなんかさ、岩井俊二さんとか見つけちゃうんじゃないの、こう見て、うわ、いいねとか、なんか雪沢さん、ね、本当に言うと思うよ、みんな嫉妬するこの子は嫉妬すると思う。でしかも愛知県ですよ、愛知県。そうなんですよ、もう今回田中俊介もありがとうございます、愛知県で名古屋のお姉ちゃんなんでね、俊介も本当に素晴らしかったです、水木の役ね、頑張ってましたね、本当に。彼を、ね、カラオケボックスに呼び出して、うん、自主練をずっと2人でしたんですよ。自主練、どんな自主練？やっぱその映画の体制の中でスタジオも撮ってってなると大事だし大変なんで、何回か夜 あのカラオケボックスに呼び出して彼を、あら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 、とにかく女性の仕草を、はい、もうそこはもう練習だっつって、はい、すごい、カラオケボックスあの他の方は吉村くん、海人くんとかもね、いやいや、もう田中俊介だけ。あ、そうなんだ。重要な役だったし、はい、ね、やっぱ実際、渚と絡む部分が多い。あ、そうですね、そうですね、そうか。あれ、他のそのね、あそこのショーパブの子たちの、まあ、吉村くんだったりとか、うん、あ、多分トモローさんはもういるいる、ママこういうママいるっていうのも本当に素晴らしいと思ったんですけど、うん、キャンディーをね演じられたりとか、うん、皆さんはどうやってキャスティングしてたんですか？真田さんっていうね、何、アキナ役、え、はい、彼女は、まあ、やね、トランスジェンダーであることを、え、されてますけど、本当女優業めちゃめちゃ頑張ってて、うん、実際に踊れるし、うん、まあ、言うことなしで、はい、出ていただいて、あとは、まあ、僕の映画に出てた連中ですよね。あ、そうですか。まあ、内田組と言われる、内田組、そうですね、はい、ジェンダーの方たちも結構ね、たくさん
の活躍されてる方もいらっしゃるので、もっともっと女優として、はい、本当に皆さん、本当ね、うん、素晴らしい演技をしていただきながらも、まあ僕もいろいろ相談したり、うん、どうも、うん、結構だから真田さんとのこの監督の対話というか、はい、いうところで脚本に結構踏襲されている部分もやっぱあるんですよね。ありますね。うん。めちゃあります。なるほど。あの冒頭のところでこうみんながおしゃべりをしたりとかして、あのショーのお支度をしているところだったりとか、すごくなんかアドリブっぽいなっていうところも感じたりしたんですけど、そういうのはなかったんですか、アドリブみたいなところは。アドリブはこの映画の中じゃ相当いっぱいありますけど、はい、そこはあんまないかもしれないですね、アブは。それはいちかとなぎさのとこだったりとか、その一回はいちかとなぎさですね。ああ、この二人の関係の中で、あの設定をこの場で僕が考えて別設定でやってもらったりっていうのは結構あったんですね。いや、あの踊りをね、こう、うん、いちかがあの渚にちょっとこう教えるみたいなシーンはそうですよね、きっと。そうですね、完全にアドリブですね。あの台本だと多分1行ぐらいしかない。もうめっちゃ好きなの、深夜のあのでしょ、教えるシーンで、はい、だからタイトル通りじゃないですか、これって。そうですね、あそこがまさにミッドナイトスワン。ミッドナイトスワン、はい、このここの事務所の徒歩5分ぐらいの場所。そうなんですよ。ちょっとロケ地巡りしたいんですけど、はいはい、いいですか今度。いや、あそこね、もう書いた方がいいですよ、ここです、ミッドナイトスワンで。そうだから、あの順取りといって、どんどんこう本当に2人の関係がそのままこう本当に深まっていくっていう撮影方法で、あの順番に撮っていってるんで、2人のシーンを、あすごくあのアドリブでもああいうなんて言うんでしょ こうフランクな感じっていうのがやっと出てきてるっていうぐらいのタイミングで、あの撮影されてますからね、あのシーン。2人の変化がね、はい、の中で多分結構感じれると思う。うん、まあ本当順取りを、順取りってお金がかかるんですよ。出ていただいたおかげで。スケジュールの関係とか、いろんな意味で、そうですよね、順番に。お金がかかりますね。ね、そうですね。いや、そこはまあ森谷さんね、もうしっかり。はい。頑張りました。なんか動揺したんじゃないですか。いや。はい。いや、お二人が、まあ、森谷さんが、まあ、ずっと見てて、そのね、編集も見てて、で改めてこうもう本当に心から泣けたっていうシーンで、内田監督は、まあ、撮っていらして、こうもうちょっと涙が止まらなかったとか、そういうシーンがあればぜひ、あればっていうか、たくさん、いや、ね、常に泣いてたからよくわかんないですけど僕見れば泣いてたから、僕は相当入り込んでしまっていた時があって、はい、でもプロデューサーとしてすごくこう冷静にいなきゃいけない時もあるんですけど、撮影現場でも編集所でも、はい、まあ、なんなら初号試写でも泣いてましたね、はい、それはもう全体的ですよね、ここってわけじゃなくて、いや、要所要所にあるんですけど、例えば映画を見てても、その時にすごく泣けちゃうシーンもあれば、うんうん、2回目見たらまた別のところでも泣けますし、ちょっと泣きすぎてて、プロデューサーが監督からはちょっと信用されてないっていう、編集の時にね、そういう疑惑が出て、このシーンがいい、このシーンが悪いっていう編集をするときに、はい、森谷さんは結構全体的に泣いてるから、判断が表ができないんですよ、はい、ちょっともう森谷さん、そんなに泣いてたんですか？いや、この映画ってすごく不思議な力を持ってるって思ったんですね。もう脚本の段階からそうなんですけど、また泣きそうですけど、脚本の段階からそうだったんですけど、はい、撮影現場でもそうですし、準備段階でもそうなんですけど、みんながこう、すごいこう、なんでしょうね、入っていっちゃうんですよね、スタッフとかがこう。だから
例えば、まあ、海辺のシーンとかがあるんですけど、うん、モニター全員スタッフがこう全員見てて、うん、でカットって言った時に全員が泣いてるっていう、うん、そうですね、とんでもない、なんだろうな、魔力を持っている、まあそうですね、なんかものだったんですよね。うん、いい演劇のいい芝居を目の前で見させて、草薙さんのと一華ちゃんの、はい、いやー本当入場料払わなくてもいいですかみたいなで演劇的な目の前で見るなんか感動はありましたね。確かに海辺のシーンはまさにそうですよね、もういいもの見せてもらいましたよって感じで。でもね、めちゃめちゃ時間がなくて、やっぱり遠い海だったんで、はい、その中でよくね、役者たち、ここに素晴らしいし。なるほど。いちかちゃんが踊るバレエの演目、はい、それから渚のショー、まあ、そこに、うん、白鳥の湖って、まあ、スワンなんですけれども、こうやっぱり監督はこのアレルキナーだって、っていうね、はい、僕もすごく印象に残ってるんですけど、演目をこうチョイスしたの、どうやってチョイスしてたんですか。まあ、もちろんこれはスワンだからあります、はい、基本的にそのバレエ監修先生がいらっしゃって、うん、かなり細かく毎日その2人で話し合いながら決めました、はい、もう毎日ああでもない、はい、こうでもない、はい、半年間ぐらい、演目もいっぱいありますし、はい、もちろんいちかちゃんが、ね、得意不得意もあるんで、うん、演目は大変でしたね。ですね。で、物語に合わせてっていうのもね、ありますよね、もちろん。そうですね、もちろん、うん、コンクールの時の、ね、あの曲だったアレルキナーダは特にいろんな説がある踊りで、はい、ストーリーも、うんはい、あれはあれですごい大変でしたね。なんか映画見た興味ある方はちょっと調べていただけると面白いんですけど、いやもうちょっと今あんま言えないんですけど、ネタバレになっちゃうんで、いやこれは相当なるほどっていう、こうかなり深かったですね、見てて、うん、だからまあ、 バレエ好きの方にも本当に見ていただきたい映画っていうことでもありますよね、うん、むしろ見てほしい、むしろもう日本で日本でここまでバレエをちゃんとやってる映画ほんとないと僕は思ってます。いや、うん、それは思います。あとなんか予告でも、あ、この間すごい15分の予告ね、はい、925秒、ね、すごいですね、初めて。そう、その前の私100秒のやつがすごい好きだ、うん、セリフがなかったりとかして、渋谷さんの音楽もとても話題になってますけれども、こちらも監督と結構話し合いされたんですか。話し合い、そう、あ、すごい話し合いをさせていただいて、はい、多分今までやった映画の中で一番、はい、話し合いをさせていただいて、はい、いやもうあれね、予告で音が流れても、うん、もう泣いてましたからね、ずっと最初もう本当に特報の時からね、うん、独特の音ですよね、本当に。いや、独特ですよね、うん、いやこれは本当に、うん、千葉さん自体は映画はもうご覧になったんですか。もちろん、はい、ですか。なんかもうね、やっぱり本当に渋谷さんの音楽が結構こう映画の世界をこう広げてくださってるっていうところもありますもんね、本当に。で、もうなんか渋谷さんご自身もやっぱりその映画と音楽っていうものに対してそのビジョンがはっきりされてるんで、はい、うん、やっぱご自身はこういうつもりでこの音楽をこういうふうに作っているっていうことの部分では、本当にいろんなこう議論を実際に音楽を入れるスタジオでも、うん、監督と渋谷さんのコミュニケーション相当されている中で出来上がっているものではありますよね、うん、はい、包み込まれるようなね、はい、音楽で。サントラは出ますかね。サントラで出てます出てますね、もう予約が始まってますよ。すいません、
あと監督の、あの単行本もね、あの本もこれ合わせて 見るともっと深いことがいろいろ書いてあります。映画では一瞬しか出てこないやつがめちゃめちゃいっぱい出てきたりしてますね。これね、いや本当に映画で切っちゃってるところありますもんね。実はいやもうあれっていうところちょっとあったりとかしたんですけど、まあでも気にならないんですけど、あのより深く知ることができるので、これは素晴らしいですね。はい、でちゃんと読んで、ね、世界に目指してくださいね。これはいちかちゃんと同じように世界を目指していただきたい作品だと思いますので、9月の25日金曜日から公開になります。実はそろそろお時間というか延長しておりますので、うん、もう知らないうちにもう延長必須だと思ってましたね今回。そうですね、はい、私あの自分でチャットに、はいそうですよ、延長でしょっていう、はい、すいません、はい、書かせていただきましたが、はい、というわけで、どうしましょう、ね、監督からねメッセージをね、メッセージをね、うん、はい。そうですね、まあそういうこの5年の時を経てこの映画が完成したんですけど、やっぱり口を酸っぱく言いたいのはやっぱり皆さんに見ていただきたい。うん、やっぱり、ね、さっき最低予算の僕のゲスナイト映画と、まあはい、予算がまあそこそこある全裸監督の話もしましたけど、その間に位置するものってあんまりないですよね日本って。もう自主映画か、ね、商業のなんかすごいスターがいっぱい出てる映画になっちゃうんですけど、僕はやっぱり、ね、その作家性と商業性の愛の子みたいな、うん、海外っていうのはやっぱそれがメインなんですよね、はい、うん、日本はなかなかその間がない、あったんですけどもう売れない、うん、でやっぱそこは皆さんに見てもらってなんとかこの間の映画を根付かせたい、うんうんうん、そういうつもりで、まあ、この映画撮ったんで、ね、この番組は、ね、映画ファンの皆さんも見てると思うので、なんとかその文化を根付かせるためにも見ていただきたい。そして、まあ、草薙さん剛っていうね、なんか新しい彼の、うん、自分でもエピソード0って言ってましたけど、うん、新しい草薙さんっていうのを本当ぜひ見ていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。もう公開が楽しみでね、されてる方に届くと思いますよ。どうもありがとうございました。また遊びに来てください。あの今度ジョーカーの話がありますからね、ジョーカー、はい、ジョーカーじっくりとどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。さあということで森谷さん、はい、いかがでしたでしょうか。いやもうね、まあ延長しちゃうだろうなと、はいはい、思っておりましたんで、はい、もっと聞きたいじゃないですか。あのプロデューサーなのにもっと聞きたいって感じになりました。僕どんだけ2人でいたんですか。だってすごい長い間いましたよねお二人って。ずっとこのミッドナイトスワー、他もだって4本も、はい、他の作品もこう短編とかも本当に、まあ、だからそういった意味ではこうね、やっと長編2人でやれたっていう、そうですよね、あの作品なんで、はい、それでもまだ聞き足りないことがいっぱいあるってことですよね。いや聞き足りないですよね。もうずっともう24時間やりますか今度ね。24時間ミッドレッツは、そうバナナとか食べながら、はい、はい、やりましょう。向こう張って、はい、に向こう張るのか分かんないけど、そういう耐久のもやってみたいなと思いました。ちょっと疲れるから大丈夫かな、はい、というわけでドラシネ、ですねドラシネなんかね結構みんな知ってるんですよ。はい、見ていただいてるみたいですね。なんかはい、はい、ドラシネって知ってるってアダムっていうプロデューサー、はいはい、内田さん仲良しじゃないですか。そうなんです。知ってるんだ。知ってるけど僕は悪口しか言わないから僕は出れない。何言ってんのって感じだったんです。はい、というわけで、ドラシネなんですが毎週の土曜日14時から配信もしくは収録でお送りしておりますので、配信というか生配信か収録配信かみたいなことですよね、はい、プロデューサー、やっぱ違うな、はい、ぜひ皆さんまたいろんな意見とかご質問などどんどんお寄せいただければと思います、はい、よろしくお願いします、はい、
今日はどうもありがとうございました。はい、来週もミッドナイト？ナイトスワン特集第3弾ですよ。もう言っちゃった、ね、はい、ゲストが来ます。見てね、見てね、見てね、見てください。ありがとうございました。また来週。